強敵イブールの心 S4 つ揃いました。これまでにドロップしてきた SABCD 各ランクの数がどれだけになるのか共有したいと思います。はい、皆さんどうも、参議院議員の浜田聡でございます。サブチャンネルのドラクエウォークやっていこうと思います。はい、今回はですね、強敵イブールの心 S4 つ揃いましたので、はい、SABCD それぞれの方ですね、心どれだけドロップしてきたのかということをですね、お伝えしたいと思います。はい、これまでですね、私444匹ね、イブールを買ってきました。はい、まあかなりのね、数ですね。今出てるのが、はい、私のドラクエウォークのモンスター図鑑になります。はい、というわけで、まあ S が4つ揃うまでに、まあ444匹、倒してきたということでございます。はい、で、この後ですね、はい、ちょっと攻防の画面でですね、はい、モンス、心グレードアップ画面の方を見ていこうと思います。はい、この画面ですね。で、まあ、イブールのね、心は緑なので、緑でちょっと限定をしております。はい、ここになりますね。で、まあ、ちょっと見にくいんですけれど、一番上の段のですね、一番、ちょっとこうですね、一番上の段のですね、右にイブールの心 S がありまして、まあ、左上にもですね、イブールの心 S があります。というわけで、イブールの心 S、直 S は2つありました。で、A がですね、A が4つ、あります。で、B がですね、はい。13個かな、はい、ありまして、で、C と D がですね、まあ、たくさんあります。はい、ちょっとすいません、ここで数えるのはまあ面倒なんで、ちょっと数えるのはね、控えさせてもらいますが、まあこんな感じになります。で、まあ結局ですね、SABCD それぞれどうなったのかと、444匹倒して、まあどれだけ心ゲットしたのかというのをですね、ちょっとまとめましたので、今出します。というわけで、ちょっとお待ちください。はい、これですね。こうなります。S が2つ、A が4つ、B が13、C が28、D が70、合計117個かな。はい、117個で、討伐数が444となります。まあ大体ですね、はい、強敵の心を3回から4回に1回ぐらい、ドロップすることになるかと思うんですけど、まあ今回はですね、ちょっと、まあ3回というよりはどちらかというと4回に1回ぐらいの割合っぽいような割合になってて、まあちょっとドロップ率はね、少なく、これまでより少ないような気はしました。はい。まあ体感ですけど、まあでもそれがね、数字になって、まあ、ある程度現れているような気もします。はい。もうちょっとね、この辺はね、出るようにしてもらったら、はい、心集めにかける時間もね、ちょっと減るので、まあ運営さんにね、ちょっと、ご考慮いただければなと思います。で、ちょっとだけ、一つグレードアップでね、A の、S の心を作ってみようと思います。A の心がね、5つないとダメなので、ちょっと A の心5つ目作ってですね。はい。それで、はい、グレードアップをしてですね。ここで、はい、5つになりましたので、ここで、はい、A の心をグレードアップして S にしようと思います。はい。というわけで、ちょっと見てみましょうか。はい。はい、イブールの心 S です。コストが92で、はい、最大 HP が61で、身の守り35ということで、まあ、耐久性は結構やばいです。まあ、ただですね、回復魔力が113とかなり高いですね。まあ、トップクラスかな。トップかどうかちょっとね、まあ、トップクラス、とにかくトップクラスですね。まあ、素早さ26と、まあ、低いので、まあ、緑の心、まあ、仕方ないですね。はい、スキル、HP 回復効果、プラス 7% あります。あとは、メラ耐性とかね、こういうのあるとありがたいですね。はい。というわけで、今回はですね、はい、イブールの心 S をですね、とりあえず4つ揃いました。まあ、グレードアップでですね、今の、残ってる B、C、D の心をグレードアップ繰り返していくと、あと S が1つできることになります。はい。
ということで、まあ、今回の動画についてはですね、リブールの心 S4 つ揃うまでに、まあ、どれぐらいね、狩る必要があったのか、みたいな、まあ、自分なりのデータをですね、提示させていただきました。はい、参考になるかわかりませんが、参考になるが幸いでございます。というわけで、もしよろしければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。